ゆなです。みーです。めいろです。ピンク、ラテ、ティー、ビー、始まるよ。イエーイ。はい、今日はピティーズのやらかした話がやばすぎたです。イエーイ。今回はインスタグラムの方でピティーズの皆さんのやらかした話をたくさん募集して、たくさんやらかした話をいただいたので、それをみんなで読んでいきたいと思います。それでは、どうぞ。はい、じゃあ早速ユナからやっていきますね。ちょっともう一番パパって見た時にフフって笑っちゃったやつなんですけど、組体操で地面にへばりつく的な技で順番間違えて一人だけ足上げる技したみんななんていうとこんな感じでやってたんだけど、一人だけこうやって足上げてたのかな。恥ずかしい、恥ずかしい。運動会行ってさ、なんていうの、動画とか撮ってるお父さんとかお母さんとかいるからさ一生残るよねこれはやらかしたなと思ってそうですね、笑っちゃった。これはあってもういろいろ面白い。友達だと思った手が好きな人の手だったらしいです。なんか手を掴んだのかな、握ったみたいで、友達と思って握ったら好きな人だった。ちょっとそれはもうラッキー、ラッキーよ。結構やらかし、やらかし、恥ずかしすぎたのがいいじゃん。あ、じゃんじゃんじゃんえでもなんかすごいラッキー、ラブリーだよね。そう、ちょこれやばくない。待って、読みますね。プールでお姉ちゃんと思ってズボンずらしたら知らん人だったお姉ちゃんでもやばくない。お姉ちゃんでもやばいけど知らん人にえってなったよね。これやばいね、やばいめっちゃやばいね。ねえ、ずらそうとした。同じ色だったのかな、もしかしたら。あ、それか、お姉ちゃんだそうなのかもしれない。すごい面白い。大会で洋服2枚着てて上だけ脱ごうとしたら全部脱ぎちゃいました大会で2枚着てたから、例えばこういう感じで、ね、こういう感じだったらね、あ、これだけ脱ごうと思ってグイーンって全部脱いちゃったらしいです。恥ずかしい大会でだよ、大会でだよね。あの先生ってさーって話してたら後ろにその先生がいて聞かれてました。わーやらかしたね。やらかした。手振られてるから返したら知らない人だった、学校違う人に振っていたえ、でもたまにある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 、勘違いしてあるめっちゃある、振っちゃうとかあるよね。めっちゃあるめっちゃ恥ずかしくなんか自分の後ろの人に振ってたんです。そう、あ、自分じゃないんだ。ちょっと寂しいやつ、うん、寂しいやつ、ちょっと寂しいやつ。お辞儀とかさ、してるときにさ、なんかお辞儀したいから、あ、私のことかなってこうやってやったらさ、なんか後ろの人になんかあ、すいませんみたいな感じでやったことはね、何回もある。体育の時、体育館をみんなで走っていて目の前にマットがあることを気づかないで走っていて転んだ。悲しいしその様子をみんなに見られるっていう注目黒歴史付き黒歴史付きだね、本当に。学校でいただきますっていう前に一人でなぜかご飯食べてたどうした心境ねえか、ちょっと疲れてる、ストレスだから何も聞こえなかった。何もしてる、何か夢中で食べたいことね。かわいかった、美味しかったかな、美味しかったから、ちょっと一口味見してみようと思ったら止まらなかったね。テスト中にお腹が鳴った。あーあります、これ私もあります、あります。なんかさ、お腹減ったらさ、こうやって押さえれば寝れる、なくなる気がする。あ、にゃんにゃん、空気食べてる、あ、空気食べてる。あー、見守り隊の人におかえりって言われたからおかえりって返しちゃったことです。そうです、おかえりって言われたからおかえりって、おかえりって、おかえりって、逆にただいまって言わないといけないっていうか、普通は言うのにおかえりって、そう多分この方、多分中学生とか高校生の方だと思うんですけど、学校に私服で行っちゃったパジャマかな、それはパジャマかな、私服
中学あ、中学1年生、ね、あ、それはあれよ、確かに入学式入学式ないかな、入学式な入学式の次の日とか、あ、結構やらかしですね、これやらかしてる。今の時期、今コロナ時期の時に言っちゃったのかな。これはマスクをしていると思って口だけで変顔をしていた。え、してなかった。外してるって気づかなくて、で変顔をしていたって隣にそんな人いたら笑っちゃうんだけど。えってなるね。そもそもマスクの中で変顔してるのも面白い。今なんかさ、本当にマスクつけなくてもマスクつけてる感になるから、なんかさ、外とか風邪吹くとあれマスクつけなかったっけってなったりするよ。授業中ペンを落としそうになって大きな声であーって言ってしまった。落としそうになってあーあーあーびっくりする、びっくりする突然あこれちょっと心配なんですけど、カッコつけてやったことないバク転したら足の骨折った。大丈夫。やったことないバク転をやるの。まずバク転やるその勇気が勇気する大丈夫かな。ピアノの発表会のステージで焦げた。本番だと思う。発表会だから緊張してたんかな、ちょっともうこれは残るよね、ビデオとか撮ってたらさ。そっか、残るよね。でもいい思い出になるのか黒歴史になるのか、どっちかで。はいはい、はい、ということで、すごい面白い、ね、もうたくさんありました。で、どれが印象に残ってますか。あの、お姉ちゃんと思ってプールでズボン暮らしたのが一番私衝撃あれはちょっとやらかしやばい、やらかしで。でもな、あれは面白かった。ペンを落としそうになってあーあーね。え、めっちゃあるある。なんかレイラも落としそうになったらあっ同じな。分かる分かる分かる。なる一緒だなと思って、落ちるなって。ちょっとあの歯のパワーでやってみるんだけど、いやいや無理なんだよ。無理だめっちゃ無理なんだよね。でたくさんやらかしたエピソードここでも聞いたんですけど、コメント欄でもね、やらかしたエピソードすごい面白いの待ってます。待ってます。コメント欄で見たいね、ぜひね。当時もあの特力ありがとうございました。ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。